こんにちは、まーです。ハイドリやっていきたいと思います。まず無料ガチャ引いていきます。いや、このね、影山トビオのガチャが今日のメインになるんですけども、だいぶね出遅れてしまいました。本当にすいません。ちょっとね、私事なんですけど、なかなかに忙しくてですね、はい言い訳なんですけど、いや、なかなかね、取りだめしといた動画もね、すぐ編集できなかったりとかっていうね、ちょっとこう悲しい感じになっております。てかあれだね、日向のさ、ピックアップ来てる間は影山来ないのかなと思ったら来ましたね。まあ結構期間長かったもんね。で、これが15日までだ。いや、引きますよ、皆さん。いいですか？ちょうど1万2000個あるので、40は引けるね。44か。最大で。いきますよ。影山は欲しいですね。もうやっぱこのゲーム、セッターアイコニック絶対当たりなので、やっぱり影山欲しいですよね。で、特に私もこっちのガチャで日向が引けたので、もう変人速攻を絶対したいので、引きたいです。いきます。よし。ピックアップだからね。タッチ。これタッチする場所とか関係ある？ないよね。白。なんか最初だけだな。なんかドアからはみ出る演出見たの。さあ。変わる？変わる？変わんないのかな？変わんなかったよね、今。まあ、一応最後に。いや、この人めっちゃ来んねん。めっちゃ来んねん、マジで。なんかさ、髪型特徴的な人ならわかるんだけどさ、意外とわかんないっていうね。頼むー。あ、この人初ゲじゃない？てか、何気にさっきの成田も、成田くんも、発言かな。なんか私さ、マジで猫間正常来ないんだよね。なんか排出ないのかなあれ入ってたよね。それぐらい来ないんだよ。うん、めっちゃこの学校来るよ、本当に。結構さ、坊主率高いよね。あー、爆弾も来るね。結構来るよ。ちょっとこれ終わったら、排出されるのちょっと見ようかな。いや、木下マジでえぐいぐらい来る。木下はやばい。私の手持ちでマジで。お！この人はハズゲかも。この人さ、結構注目浴びてたけど、ちょっと名前とかはっきり覚えてんな。また来た、また来たよ。いや、早いや、早だね。お！誰だ？ねえ、おかっぱとか坊主とかさ、なんなん、マジで。ちょっと待って。提供割合だね。あ、やっぱいるよね。ちゃんといるんだよね。猫間も、成城もいるし、あと何いる？そう、常禅寺もやたら来るんだよね。いや、田中龍之介とか来てほしいんだけどな。いきます。22連目。白からの？さあ、変わる？いやー、変わんないか。なんか今んとこさ、ここで変わんないと変わんないよね。ここで変わんないと変わんないよねってなんだ？なんか日本語意味わかんなかったね。いや、とにかく あの時にもうアイコニックがない場合は、この演出の中で変わるってことは
今んとこ私は見てないんだよね。いや、この人も来るね。まあ、ガチャではね、アイコニックとノーマルとコンディション。いや、この人も来るよ。私、この人さ、めっちゃ菅原さんと交換するのに、使ったんだけど、もうちゃんと帰ってきてくれるもんね。リベロはそういう仕様なのかな。いや、田中龍之介欲しいなぁ。おこぼれで出ないかな。いやー、この人好きだけどさ。皆さん出ました？トビオちゃん欲しいよなー。あのボイス聞きたいよなー、生で。なんかツイッター公式のツイッターのさ、ゲーム画面では聞いたけどさ、生で聞きたいよね。あと1枚誰頼むて。いやー62、なかなか高い。ありがとう。いやーん。はい、マイレージ。ちょっと一回閉じて。もう一回。33連。いや、待って、アイコニックゼロきついんだが。お、あ、来た来た来た、これだよ、みんな。まばゆい光。はい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 。紫のドアからの、ボールもピンク！アイコニック確定です。これ、アイコニック確定です。はい、何人いる？問題は人数。一人かー。待って、めっちゃスパイク打とうとしてるよね。影山じゃないってことかー。いやー、田中龍之介。でもさ、坊主でもなかったくさいよね。お、来るよ。ボイスあるかな？いやー、マジか。マジか。もう声で分かっちゃった、セリフと。あー、嬉しい。かな。あー、なんかみんな同じ顔に見えてきたよ、リベロ。どうしよう。はあ、こっから実はコンディションから2枚目みたいなことないもんな。まあまあ、とりあえずね、1枚、マイコニックってだけで、捨ても高いしね。ありがたいです。はい。いや、これさ、マジでさ、推しをゲットするって相当な労力だね、これは。結構個人的な体感として、ハイドリ、結構石は割と普通にやってればもらえるかなって感じはしてるんですけど、いやー、ガチャがなかなか引けないね。いや、わかんない。私が弾けてないだけなのかもしんないけど。なかなか、なんかカラスのだけ、確率下がってるってぐらい。あ、まあ、木下とかやたら来るけどさ。そんな感じなんだよな。あと1枚かな。こいつめっちゃ来んな、マジで。さあ。田中龍之介来ちゃう？あー、まあ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 。マッキーあざす。よし、続けていきますか。最後だね。あー、05になっちゃう。頼む。アイコニックください。それかコンディション、あー！いや、まだわかんない。このボールの色あんまり関係ないから。うん。ワンチャンあるよ。ワンチャン ?3 人いるよ。よしよしえよし待って、なんか髪型影山っぽくない？そんなことない？いや、でもなんか構えが微妙に違うかな。あ、待って、でもこのさ、このあれ？この写真、イラスト通りのがさっきのチビキャラなのかな？
いや、だったら影山じゃないか。影山なんかトス上げてる感じだったよね。いやー、コンディション。あー、百沢くん。まあ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 。知ってるからちょっと嬉しいけど。おお、喋る？喋って。ざけんなって。おお、こっちか。ごめん。ごめん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 。だ、え、なんかの ごめん。声違うけど、なんか、ラストよこせとセリフかぶっちゃって。ごめん。ごめん。脳内で違う人再生されてた。ごめん。嬉しい。ありがとう。初猫マ。リエーフ、あざっす。いや、リエーフだったか。いや、ごめんごめん。ふざけんなとか言ってごめん。本当に。嬉しいよ。いやー、影山マジで来ないな。まあね、違うガチャで、なんか副産物として出すっていうのもね、大いにありなんだけどもね。だって言うてさ、ピックアップされてるって言ってもやっぱ出ないからね。ひなたもね、私最後の最後で弾けたんじゃなかったかな。こいつもめっちゃ出るわ。こいつ結構出ますね。いや、こいつとか言ってごめん。で、結構出る。いや、この学校マジでいっぱい出る。はいはい、田中龍之介。今度こそ田中龍之介でしょう。いえー リベロ大好きみたいになってる。ありがとう。はい、ということで、44連で、出ず。そういえばなんかさ、アップデートでこれ、飛べるようになったらしいね、これ。各種ショップ。これありがたい。はい、ということで、いかがだったでしょうか。いやー、弾けなかった。まあ、でも、リエーフ弾けたし、まあまあまあ、よしとしようかなと、思います。はい、ということで、よければですね、皆さんの感想もぜひ教えてください。弾けた結果とかね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。